いろんな方がいろんな形で、数学を通じて社会にこう貢献するというようなことをしておりまして、私自身もそうですけど、皆さんもぜひその挑戦をして失敗をして、で何かを作り出す、まあ、これは数学とかに限らずいろんな分野に共通するものだと思うので、ぜひまずその最初の挑戦、そして失敗を怖がらずたくさん失敗して、そして何かを作り出すということ、ぜひやっていただけたらと思っています。オリンピック代表、まあ、私もオリンピック代表ですけど、特別な生徒かというと、まあ、別に見たところ私はそんな変人ではないと思うので、まあ普通の生徒だと思います。なので、教育次第でですね、どんな人にもチャンスがあると思いますし、裏を返せばどんな人でも一定のレベルに達することができるんじゃないかと思っています。言いました通り、もう勉強すればするほど分かるんですけども、科学の分野はすごく様々に関連し合っていて、一旦全く関係ないような分野でも すごく関わりがあったりとかします。でそして分野とかはさておいて、で一つのことをそういうオリンピックを目指す上で突き詰めて学ぶ経験や、もし国際大会に行けるとしたらそこで得られる経験はもうすごく大きいです。なの でもし今も将来何か研究したいとか、何かについて学びたいとかある人はもうそれについて勉強するのもいいと思いますし、もしそういうことがまだ決まっていなくても、とりあえず今興味があることとか今勉強したいと思うことをもう早速勉強を始めて突き詰めていくのがもうすごくいい経験になるんじゃないかなと思います。たくさん失敗するってことは本当に見えてくる、その失敗から見えてくる景色がたくさんあるので、失敗するためにはまず挑戦しなくてはいけないので、でどんな結果以上にやっぱり本当に家庭ってすごく面白いもの で自分なりの他の人には見えない景色を見るのは自分の体験から来るものだと思うんです。で最終的にやっぱり自分自身の体験で自分なりの感覚、知識だけじゃなくてこう感性もですね磨いていただいて、で何か皆さんなりの仕事をやっていただく時期が来るんじゃないかと思います。まあ、辛い時に泣きたくなる時もあると思うんですが、勝ってから泣けというのが私 のとても印象的だったことです。まあ、辛くてもですね、まあ、勝つまでは泣いてはいけないということで、皆さんも辛いことあると思いますが、勝つまで頑張ってください。私の発表の時にも言いましたが、やっぱり自分の好きなことに取り込むのが一番楽しい、それを通して経験することがもう一番印象深く残ると思うので、私から言いたいことは、皆さん多分それぞれ何か興味のあることとか好きなこととかあるので、もうそれにもどんどん恐れず取り組んで突き詰めて勉強していくといいと思いました。ぜひ皆さんですね、科学系国際科学系オリンピックに、挑戦してみてください。必ずいいことあります。